松本潤、どうする家康、ジャニーズ大河はこれで打ち止め。NHK のジャニーズ切りで何は男子ハイハイジェッツ、バーター NG と視聴率一桁、惨敗。10月1日夜8時、嵐の松本潤、39、主演の NHK 大河ドラマ、どうする家康の第37回、さらば三河家臣団が放送される。 9月24日には第36回、お会い日記が放送され、信長の妹推しを演じていた北川稽子37が、その長女ちゃちゃとして再登場して話題になった。しかし、脚本や演出に対する厳しい声は相変わらず多く、平均世帯視聴率は9.9%、ビデオリサーチ調べ、関東地区。 同ドラマ三度目となる一桁台に下げてしまった。第36回の内容は以下。家康、松本潤は、真田正幸、佐藤浩一、六十二期から、北条に沼田の地を引き渡す代わり、徳川の姫が欲しいと頼まれる。家康は、本田忠勝、山田裕貴三十三の娘へい成鳴海結二十五。 お幼女にして突がせようとするが、稲は猛反発。忠勝も稲を腰入れさせれば、真田との中をこじらせると反対した。そんな中、家康が探させていた武田の女、千代古川琴音、二十六夫を、鳥居元忠、弟熊、四十七がかくまっていたことがわかる。説得に向かった忠勝は、 抵抗する元忠と一触即発の危機に。元忠は、千代はもう忍びではなく、自分を慕っていると主張したが、お愛、広瀬アリス、28区が審議を問うと、千代は、偽り、だと答えて、という展開。視聴者の X、ツイッター、上の反響は、謎のお愛会にするために千代は引っ張り出され、元忠はアホの役させられ、 忠勝はごね役させられ、稲は急に目覚めさせられたんかい。脚本の古沢さんの悪いとこ出てるわ。尺の使い方どうなってるのなど、ドラマ終盤に来て、家康の三人目の側室であるお愛をフィーチャーしたことに対する不満の声が多かった。その一方で、ラスト2分で北川恵子演じる茶踊り字が、ラスボス感たっぷりに登場したことには、 最後にひなわ銃をぶっぱなし、不敵に笑うちゃちゃに全部持っていかれた。千代もお稲も毛なげだったのに、ちゃちゃの迫力にはかなわない。お市もちゃちゃもじゃじゃ馬系の姫様だけど、北川景子はそのキャラを全く違うものとして演じてるなど、賞賛の声が相次いでいた。